2024年10月10日、音楽シーンに新たな旋風を巻き起こしている、ナンバーアンダーライン愛にとって特別な一日となりました。ナンバーアンダーライン愛の、INZM が、モストリクエストライブで6位にランクイン。彼らの快挙を祝おう。彼らの楽曲、INZM が人気の音楽番組、モストリクエストライブで第6位にランクインし、その瞬間は彼らのファンにとっても大きな喜びとなりました。 この結果は、単にランキング上での成功を意味するだけでなく、グループの持つ潜在力とこれからの可能性を示唆しています。今、多くの人がこの新進気鋭のグループに注目し、その音楽が広がっていく様子を見守っているのです。音楽業界において、新しいアーティストが頭角を現すには時間と努力が必要です。特に日本の音楽シーンは、その独自の文化やスタイルが根付いており、 新しい音楽を受け入れるには慎重な姿勢を取ることが多いです。しかし、ナンバーアンダーラインイはその壁を打ち破り、音楽ファンたちの心をつかむことに成功しました。彼らの音楽は、新しい時代の声を体現しているかのように、リスナーたちに共鳴し、その結果が今回の、モストリクエストライブでのランキング上昇につながったのです。ファンたちは SNS で熱い声援を送り続けており、 その投稿の中には、INZM が6位にランクインして本当に嬉しい、これからもリクエストし続けます、というようなコメントが多く見られます。n o ーアンダーラインイの音楽がこれほどまでに支持を集めている理由の一つは、その斬新なサウンドとリリックにあります。彼らの楽曲 INZM は、ポップスとエレクトロニカを融合させた独自のスタイルで、特に若い世代に強く支持されています。 キャッチーなメロディーと深い歌詞が見事に調和し、繰り返し聴きたくなるような中毒性があります。この曲は、ただの流行りにどまらず、長くリスナーの心に残るものとして愛される可能性を秘めています。また、彼らの歌詞には若者たちが日常生活で感じる悩みや希望が反映されており、そのメッセージ性がリスナーの心を打つ要因となっています。さらに、 ナンバーアンダーライン愛のメンバー自身がファンとの強い結びつきを大切にしていることも、彼らの成功の一因といえるでしょう。彼らはライブパフォーマンスや SNS を通じてファンと直接コミュニケーションをとり、その結果として熱心な支持者層を築き上げました。特に、ライブでのエネルギッシュなパフォーマンスや、舞台裏での自然体な姿がファンの心を捉え、彼らの音楽だけでなく、個々のキャラクターやストーリーにも共感を覚えるファンが増えています。 このようなファンとのつながりを大切にしながら成長していく姿勢が、彼らの未来をさらに明るく照らしているのです。音楽ランキングにおいて、トップ10に入るということは簡単なことではありません。特に、モストリクエストライブは世界中のファンがリアルタイムでリクエストを送るプラットフォームであり、ランキング入りするには圧倒的な支持が必要です。今回、ナンバーアンダーライン愛が6位にランクインしたことは、 彼らの音楽が日本国内のみならず、国際的にも認知され始めている証拠です。実際、多くのファンが、4U ミックスや他のインターナショナルなミックス番組で、INZM が繰り返し流れるのを聞き、ますますその存在感が高まっていることを感じ取っています。これからの彼らの成長が、ますます楽しみです。もちろん、ランキングに入ったからといってそこで満足しているわけではありません。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーもファンも、さらなる高みを目指しているのです。彼らの音楽が6位という素晴らしい結果を収めた今、次のステップはさらに上位を目指すことです。SNS 上では、すでに、次はトップ5を目指そうという声が広がっており、ファンたちは次のリクエストを楽しみにしています。また、彼らの次のリリースやツアーについての期待も高まっており、 新しい楽曲やプロジェクトに対するファンの関心はますます強くなっています。音楽業界は常に変化し続けており、新しい才能が次々と登場します。しかし、ナンバーアンダーライン愛はその中で確実に自分たちの居場所を築き上げつつあります。彼らの成功は、一瞬の流行ではなく、これからも続いていく長期的なものになるでしょう。そのためには、現在のファンベースを維持し、 さらに新ししいいリスナーを獲得していくことが重要ですその点で、彼らのファンとの関係性や音楽的進化が鍵を握ることでしょう。ナンバーアンダーラインアイのランキング6位という快挙は、確かに素晴らしいスタートですが、これが彼らの最終目的地ではありません。彼らの目指すゴールはさらに高いところにあり、次のステップはトップ5、さらには1位への挑戦です。 音楽業界における競争は非常に激しいものですが、それこそが彼らの情熱を燃え上がらせる原動力となっています。ファンにとって、彼らの音楽がどれほど愛され、支持されているかがランキングを通じて確認できるのは大きな喜びです。SNS 上では、INZM のリクエストを続けるファンが次々と現れ、次回のランキング結果を待ちわびる声が日に日に高まっています。ランキング上位に入るためには、 ファン一人一人の積極的なリクエストが必要不可欠であり、このファンコミュニティの連帯感は彼らの成功を支える重要な要素となっています。ファンたちは、自分たちが、ナンバーアンダーライン愛の一部であると感じ、その成功が自分たちのものでもあるという共感を持っているのです。また、ナンバーアンダーライン愛が次にどのような作品をリリースするかという点にも注目が集まっています。音楽業界では、 アーティストが一度成功を収めた後、それをどのように維持し、さらに進化させるかが重要です。INZM の成功を次のステップにつなげるためには、新しい楽曲やアルバムでさらに進化した音楽を提供し、ファンを驚かせる必要があります。これからの彼らの動きが、彼らのキャリアにとって極めて重要なターニングポイントとなるでしょう。そのため、次のプロジェクトがどのような形で発表されるのか。 そしてそれがどのようにファンに受け入れられるかが非常に興味深いところです。これまでの成功が続くか、それとも新しい挑戦によってさらに大きな成功をつかむのか。ナンバーアンダーライン愛は自分たちの音楽をさらに高みへと進化させ、国際的な舞台での成功を手に入れる可能性を十分に秘めています。彼らの楽曲が日本国内だけでなく、海外でも注目され始めている事実は、グローバルな音楽シーンにおける ナンンンバーーアダライン愛の可能性を示しています国際的なファンベースが広がる中で今後のツアーやイベントがどのように展開されるかも期待されています特に SNS を通じてリアルタイムにファンとつながることができる時代において彼らのような新世代のアーティストは国境を越えたファンコミュニティを築くことができる強みを持っていますこのようなコミュニケーションの進化は彼らの成功にとって大きな鍵となるでしょう また、彼らの音楽がどのように進化し続けるかという点も興味深いです。INZM が示した音楽スタイルは、既存のジャンルに縛られることなく、さまざまな要素を取り入れて新しいサウンドを作り出すという柔軟さがありました。これは、現代のリスナーが求めるものと一致しており、未来の音楽に対するヒントを含んでいるともいえます。リスナーは単にメロディーや歌詞を楽しむだけでなく、 その背後にあるアーティストのクリエイティブなビジョンにも期待しています。INZM がこのように成功を収めた背景には、彼らの音楽性だけでなく、マーケティングやプロモーションの戦略も一役買っています。彼らは SNS を活用して、ファンとの交流を積極的に行い、その結果、楽曲のプロモーション効果が倍増しています。特に、世界中の音楽ファンが集う。 モストリクエストライブのような番組での露出は、彼らの国際的な知名度を大きく引き上げました。これは、現代の音楽シーンにおいて、SNS とリアルタイムなリクエスト文化がどれほど重要であるかを示す一例です。これから、ナンバーアンダーライン愛がどのように進化し続けていくのかは未知数ですが、彼らの音楽が持つ力は明らかです。今後のリリースやプロジェクトにも期待が高まる中、 ファンたちは引き続き続続彼らを応援ししけるでしょうそして INZM のようなヒット曲が今後も生まれ続けることで彼らの存在感はますます強固なものとなるでしょう。このランキング結果はあくまでスタートに過ぎません。